なんかまあ、ね、このゲーム、まあ、僕たちもそんなのほぼ初めてなもんですし、僕以外の方初めてだし、視聴者さんもね、どういうゲームか分かんないと思って、まあ、一応なんかストーリー性のね、なんかどんな感じなのかを説明しておくと、まあ、僕たちこう期末試験がね、こう近づいてきて、まあもう勉強は無理だと、はいはいはい、もうやめようと、はいはいはい、そして僕たちは答案を盗むことを決意しました。そして夜の学校に忍び込み、その答案を盗もうというのが、まあ、目的で。ああ、そうなんだ。で、答案がこの学校内で10枚散らばってるらしいんですよ。はいはいはい。はい。なので10枚、全員で10枚集めると。で、なんか、ランチレディっていう、ね、あの、給食のおばちゃんっぽい人がいるんで、それを阻止しに来るんで、まあ、逃げながら、答案を集める。あ、最初はね、そうだね。あ、落ちてる、バレてる。あれ、の上、どうしようか。あ、ノーマルでいきますか、最初。操作方法全然わからないんで、俺。あ、教えます、教えます。あ、でも、アマースと一緒っすよね、大体。大体、多分そうっすよね。そうですね。WASD。僕、ちょっとキーボードが青軸なんで、コントローラー使うんですけど。なるほど。何、この音。ノックされて、何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 。いやいやいや。あ、無理。心臓痛い。ランチレディー、うるせえなぁ。怖いよ。10何の10だ。あと10枚ってことじゃない。10枚しかないか。ちょっと待って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 感度めっちゃいい。感度高っ。これ感度変えれないの。怖っ。マウス感度変えたい。感度変えれる。どうやって変えるの。設定で変えれますね。設定のコントロールの一番上に感度があります。設定でどうやって触るの。エスケープキーですかね。あ、エスケープキーですね。あ、はい。伊豆さん、鼻の穴でか。設定のコントロールの感度ね。ほら姿勢やばすぎる、この二人。まだ感度高いな、これ。え、どうやってしゃがんでんすか、それ。あ、ジャンプはこれか。シフトか。あ、コントロールね。コントロールでしゃがる。あ、FPS ゲームと一緒ない。そうですね。いや、気持ち悪い。いや、これがもうすでにホラーなんだけども。スペースでジャンプ。スペースでジャンプ。これジャンプしてんのか。してるしてる。画面が全然変わんないから。畑塚君ジャンプしてる。うわ、感度めっちゃ高いな、これ。そうなんですよ。0.1 ぐらいでなんかちょうどいいです。うん。これで。F で、あの、懐中電灯消せますね。消さなくていい。ランチレディ来てる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 。ランチレディ来てる。え、待って、もう来てる。来てる来てる来てる。やばいやばい。どうぞ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 。無理無理無理。どうぞどうぞどうぞ。誰か確認して。誰か来てくれ。誰か。誰か行け、誰か。え、あっ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 、まだ操作方法やってる時ない。怖くないです。そう。あ、あったあった、救急箱あった。あら。怖がらせた人、復活させましょう。じゃあ、ちょっと、伊豆さん。やだ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 。あ、びっくりした。初めてびっくりした。あら。あれ？どうしたらいいのこれ？どうやって使うの？やばい。あ、センシティブ。H か、なんか、H か、E か、そのプレイヤーに対して E か。なんか実行みたいなボタンが。え？使ったよ、今。あれ画面が長押し？長押し？あ、ちょっと待って。まだ持ってます。オッケーオッケー。ランチレディ来た。あ、来た来た来た。俺が食い止める。ちょ待って待って。使い方がわからん。ランチレディのパンツだけは見ました。ちょっと待って。使い方がわからんって。使い方？クリック？クリックしても何もならへん。あ、これが右クリックか。ん？あ、長押しですね。じゃあ右クリック。長押し。うわ、俺、生き返りたくねえ、マジで。生き返っちゃったよ、マジで。お願い。ランチレディ。これどうやって走るんですか？走り方。住んでる部屋から出たら、すぐいますもん。出ない方がいいかもしれない。近づいてきた。来た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 
こっち？違う違う、その扉、扉、扉、その、アラスの扉。あ、伊豆さんの方行ってるよ。終わったわ。終わった。これはまた待ってればいいのか、解説。慣れてきた、慣れてきた。新キロビル作成。俺ら弱すぎる。これノーマルでこれか。いやでもや操作方法が分からへん。そうそう、操作方法が今理解できてきたんで。あーやだ。あーやだ。始まる時のこれが一番嫌。ちなみにこれあの救急キット持ってる人が捕まった場合、その救急キット自分回復できます。そうなんや。じゃあ見捨てれる。いやいや、いいです。救急キット持ってる人はもう見捨てて、じゃあ基本全員別行動で。え、いや一緒に行こう。ちょっと待って待って待って、走らんといて、走らんといて、一緒に行こう。ちょっと待って急に勇敢少年。うん、よくわからないけど、ここ負け、今ここ負けそう。うん、じゃあハイブリさん、ちょっと一人で行動してくださいよ。いやだってなんでそんなこと言うの。ちょっと置いてかんといて、置いてかんといて、マジでマジで置いてかんといて。どこ行く、どこ行く。ハイブリさん、こっちこっちこっち、あ、そうそうそう、あ、ほんとだほんとだ、音楽室みたいなとこもある。落ち着く。あ、ほんまや。そうそう、あ、そっちにもあるんだ。あ、そうそう、ここ落ち着くでしょ、ハイブリさん。一回、いや落ち着かへん、落ち着かへん、全然落ち着かへん。全く何にも落ち着かへん。じゃあここで一回ちょっと演奏してもらって。何も用意したきへんわ。あんな、ないないない、全然ない。トマン用紙ない。うわ、来たー来たー。あ、トマン用紙、トマン用紙、トマン用紙。逃げて。怖い怖い怖い、どこ逃げて。いた。オッケーオッケー、いた。オッケー。あ、いる、誰か捕まってるそれ。なんか、立ちすくしてる。あ、オッケー。あの、入り口方面戻りました。うわマジでびっくりした。面白い。やめてくださいよ。置いてくからやろ。持ってないよ、俺さっきから。やばい、懐中電灯消して、懐中電灯消して。やばいやばい、俺見つかる。消し、あとさ。左行った。うわ大丈夫、回復できた。ハッサン、ここハンチかもしれない。あ、ほんとだ、そこどっちも見れるしね。うん、しかも右、ライトついてるから。おい、マジで見え。どこ結構僕から角部屋にいますよ。ここにあった。え、待って、どこにいんのみんな。あ、いた。怖い。のび太くんにしか見えない。ハイブリさん、後ろ、ハイブリさん、後ろ。え？何もないですよ。なんやなぁ、もう。やばいよ、あんたは。よしの姫。閉めんなって、閉めんなって、もうジャイアンって呼ぶぞ。出てきてる。え、あたさこどこ行った？もうびっくりしょー。ランチレディが来る。ランチレディが来る。でも一旦降りてこないかな。負けた。負けた。あ、来てる。降りてきた。あ、こっちからライトが。うん？違うか。みんなどこだ？今2階？僕今1階ですね。1階。めっちゃ声してる。めっちゃ声してる。うわぁ！めちゃめちゃ死んじゃった。まずいなぁ。ハッタさん何階？1階のトイレに隠れてる。